うん、あのね、ちょっと言い訳させていただきますけどね、なんで快楽園お金払っていかなかったのって。一人で行ったって面白くないからだよ。こういうところは二人で行くもんだよ。じゃあ二人以上、カップルとかじゃなくてもいい、お友達同士でもいい、じゃないと寂しいって一人で行くの。まあ、やめました。ダメダメ。心霊スポットが呼んでるぜ。へへ、なんじゃそのテンション。もういくつ寝るとします。左はいけないね。ちょっとこれ左いけないよ。これいける？いける？行っちゃっていいの？参ったよ、これ。無理ぽ。あつ。大体この人、行かせねえよ、攻撃するじゃん。まさかお金かかるとは思わなかった。前行った時かかった。あれ時期的なもんなんかな。今の時期じゃダメなのかな。なんで詰めるの。詰めないで。詰めないで。ありがとうございます。よし。詰めないで。詰めたよね。ありえないよね。無理やり入るしかないからね。その上に神社があるのよ。でその神社って結構有名なんだよね。そこにちょっと行きたかったの。いやまあ右なんだけど、ちょっとこっちの車止めるところがあるんで、こっち行く。どうほうほう。いや右は知ってんだけど、このおじちゃんの後ろ詰めんなよ、おじちゃんよ。ここにね、止めるとこがあるんですよ。うわ、いっぱいだな。まいったな。止めらんねえか。そうでもねえ、止められるわ。よかった。ここに。みんな、よいしょ。うん。ここね、ここいいんだよ。ここ止められてさ、千箱一周するにはちょうどいい。歯ブラシ踏んだ、今。ここいいんだ、本当に。見えねえ。うちが白鳥、黒鳥と戦った場所だ。よし、今度こそ心霊スポットへようこそ。よい子のみんな、心霊スポットだよ。じゃあ行ってきます。超テンション。